Hi there! How are you doing? It's Yumi from English Bootcamp. 皆さん、こんにちは。English Bootcamp の Yumi です。今日はですね、チャンクについてお話ししたいと思います。チャンクっていうのはですね、最近まあ結構耳にするようになってきたかなと思うんですけれども、一つの塊です。塊のことをチャンクっていうふうに言います。で、英語をですね、勉強する上で重要なのは、まず単語を覚えることですよね。一個一個の単語。一個一個の単語を知らないと、読めないし聞いてもわかんないというのがあります。で、その次に、それと同じように大事なのがこのチャンクで覚えるってことですね。で、チャンクを知らないと、読むことはできるかもしれないですけれども、聞いた時にピンとこないっていうのがあります。で、チャンクっていうのはこう塊なんですね。で、塊なので途中で変なとこでこうプチって切ったりとかっていうことはできないんです。その全体で一つのまとまりとして成り立っているフレーズとも言いますね。で、今回はですね、そのチャンクの話をしたいんですけれども、一番わかりやすいのが Thank you っていうフレーズです。これは知らない人はまずいないですね。多分小さい子供でも知ってると思います。 Thank you ですね。で、これを一つの塊で皆さん、日本人の方っていうのは、日本語ネイティブの方も、皆さん捉えてると思うんですね。でも、書いてみると Thank you っていうのは Thank っていう感謝するっていう動詞と You あなたにっていう目的語が来るんですね。あなたに感謝するということで、Thank you ですね。 Thank you っていうふうに書きます。でも Thank you っていうふうに言う人もいないですし、多分Thank you って言われたら何のことか分かんないと思うんですね。これはやっぱり一つのまとまりで Thank you でフレーズとして理解するのが普通だからです。で、同じようなパターンで Shut up っていうのもありますね。Shut up、口を閉じよ、黙れっていうこと、黙らしちゃいっていうことですね。で、この Shut up っていうのも、知ってる方が多いですね。で、Shut up っていう塊で、チャンクで覚えてるので、文字を見たときにこれ shut up と書くんですね。で、これを見たときにこれが shut up だっていうふうに繋がらない人も結構いるんですよ。で、なんで繋がらないかっていうと shut up で覚えてるからです。なので shut up っていうふうに、見ると、繋がらない、というふうにですね、やっぱりフレーズチャンクっていうのはすごく大事で、逆に言うと thank you shut up と同じように、すべての英語のフレーズにはこういうまとまりというか、切れない、切っても切れないこうつながりというのがあるんですね。で、それで覚えていく必要があります。で、今日はですね、いくつか、挨拶のフレーズを載せてるんですが、Thank you って言った時に、よく返ってくるあのフレーズとして You're welcome っていうのがありますね。ありがとう、いえいいですよ、どういたしましてっていう表現ですけども、これはね、皆さん Thank you っていうのはチャンクで覚えてるんですけども、 You're welcome っていうのはね、チャンクで覚えてないんですよ。皆さんね、そのまま You are welcome っていうふうにね、言っちゃうんですね。でも Thank you っていうふうに言わないのと同じで、 You are welcome とは言わないです。必ず You're welcome、 You're welcome、 これがチャンクですね。一つの塊です。 You are welcome っていうふうにならないようにしましょう。同じくですね、次ですね、久しぶりっていう、これも挨拶ですね。Have you been? ですね。これも How have you been? とかっていうふうにね、言わないように。How have you been? ではなくて Have you been? Have you been? というふうにクシュッとチャンクで覚えましょう。最後、これもやっぱり同じで How is it going? ではないです。How's it going? How's it going? ですね。で、How's it? の it の t ですけれども、これは前回 t の、飲み込みの t だったかな、途中で消えてなくなる t かな、t のリダクションのところでお話、説明したと思います。it っていうふうに破裂させない。it っていうふうに途中で止めます。How's it? How's it? ですね。で、そのまま going に行きます。How's it going? How's it going? もう一回上から行きますよ。Thank you. Shut up.
You're welcome. Have you been? How's it going? ですね。一個一個プチプチ、Thank you, shut up にならないように、You are welcome にならないようにチャンクで、練習してください。以上今日はチャンクの話でした。また次回、いつになるかな、近いうちに、動画の解説あげたいと思います。See you next time!